初瀬、初瀬からのクロス、ノーバウド、そしてこれリンコ正面でした。ようやくアーリーが入ったんですよね、これまでなかったんですよね。ここは大崎から酒井高徳、ワンタッチで初瀬追いついたか、そしてお来た、ゴールキックですかね、割ってたってことですかね、折り返したところもすでにラインを割っていたということのようです。ちょっと上手かったな。